1979年、ソ連がアフガニスタンに侵攻した。クリスマスだ。前年に樹立された親ソ政権に対して、ムスリムが蜂起。DRA 軍だけでは抑えきれなくなったのが、直接の理由だ。アフガン政府は無力なばかりか、内部抗争に明け暮れ、人心は離れる一方、ソ連首脳部は危機感を募らせていた。イラン革命の発生も、ソ連の介入を後押しした。イスラム復興主義の飛び火を恐れたんだ。超大国の MRD 隊、ろくな銃も持たない騎馬部隊、すぐ肩がつくと誰もが思った。だがそうはならなかった。ムスリムの一部はこの戦いをジハードと位置づけ、全土でゲリラ戦を展開した。持久戦だ。彼らはムジャヒディンと呼ばれている。それを西側各国が支援している。パキスタンを通じてな。ミラーが受けた任務もその一環だ。アフガン国境地帯で彼らを訓練する。スポンサーは CIA。 ソ連の駐留兵にとっては悪夢だ。彼らは半年もすれば国に帰れると思っていた。それが1年になり、2年に延び、4年経った今も出口が見えない。アフガンはソ連にとってのベトナムになったんだ。本国に戻れないソ連兵は気の毒だが、帰れる故郷があるだけマシだ。アフガンの人々は国そのものを奪われた。ソ連軍は村々を焦土化している。家や畑が焼かれ、井戸は埋められた。放牧地は地雷だらけ。人々の多くは難民となってパキスタンに身を寄せている。反政府ゲリラが村々を泳ぎ回る魚なら、ソ連軍はその海を乾かして魚を根絶やしにするつもりだ。その代償は大きい。人々の恨みは深く、憎しみは前線の兵士に向けられる。ムジャヒディン、中でもパシュトゥーン人はバダルの掟を持つ。彼らに捕まったソ連兵は生きながらに手足を落とされ、鼻をそがれて道端に転がされる。むごたらしい姿を同胞に見せつけるためだ。見つけた友軍は彼を楽にしてやることしかできない。そしてその報復にまた村を焼く。復讐の連鎖は止まない。